日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらブルボンのパンオスイートポテトという商品を食べたいと思います。パンオって結構大層なんですね。なんだろう、それだけ自信がある人なんだろうな。ちょっと中身、あ、これ表面にザラメがコーティングされてるんです。ザラメっていうかシュガーコーティングされてるやつなので、割ったら間違いなく手がベッタベタになるので、もうこのままいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。私から感じる優しくてまろやかな甘さって、本当に優しいんだったら優しい語なんて口に出さないよね。私の味わい感じてくれた。まあその通りですよね。はい、感じましたよ。それでね、さっくりと外側がしているのも面白いですね。まあサクッと食べちゃって優しい甘さに包まれながら心を癒していく、そんなパンなのかもしれませんね。うん、こうしてパンだけを単体で紹介するって随分久しぶりな気がします。また増やしていこうかな、こういう機会も。ですね、ところどころでシャリシャリという心地よい音とともに砂糖の甘さが広がっているのですが、一方でさつまいもの優しい甘さが砂糖の強い甘さに負けてしまって、スイートポテトとしては少し低いレベルかなと思いました。なので砂糖を使わずスイートポテトだけで勝負した方がよりさつまいもの甘さが感じられて美味しかったかなと思います。なんか脇役がなんか主役を食っちゃって、結局全体として興行成績はいいかもしれないけど、いまい主役の存在感がいまいちになった劇のような印象です。なんか例えが分かりづらくて申し訳ありません。というわけで今日食べたパンオスイートポテトはまあ美味しくはあるのですが、主役がもう少し目立ってくれた方が良かったかなということで4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。